のりちゃんいるかな、屋上に。いたいた、のりちゃんいました。のびちゃん、うん、のびちゃん声がですね、今変なんだよな、声が出ないちゃんと。のびちゃん、うん、のびよ、2日前から声が出なくなってますね。かすれちゃって。どっかで喧嘩でもしてきたの、お前。喧嘩した割には顔に傷がないから喧嘩じゃないの。風邪でもひいたか。うん、かすれた声で。うん、のみちゃんのこの鈴の大きいこと見てください。これほら、こんなでかいね、外に遊びに行ってネズミとか鳥とか取ってくるから、お母さんがこのでかい鈴をつければでかい音がするから気がついて逃げんじゃないかとか言ってましたけど、今のところ全く効果ないですね。一昨日もでかいネズミ取ってきたし、その前は鳥も取ってきたし。うん、ダメっすね。もっとジャリジャリはどうしないとな、のびちゃん。今日はですね、10月の22日火曜日ですね。天気はじゃーん、快晴、晴れ、すごいですね。今私はですね、屋上にいます。よいしょ。この屋上からこう、あ、立ちくらみしてる、激しく立ちくらみしてます。もう私も年を取ってしまってジジイになってしまったんだ。もうダメですね、本当に。もう、もうあちこち痛いし、こうかがんでるとすぐ立ちくらみしちゃうし、これ私の姿です。あ、また立ちくらんでる。ちょっと今手すりに捕まってます。のびちゃん、のびちゃんはですね、今満8歳ですね。もう人間だったら中年ですね。満8歳、早いよな、もんな。子猫のうちに来たのに、本当に手のひらに乗るくらいの、こんなでかくなっちゃって、ね。例えばここですね、ちょっと毛が抜けてますよ、なんだかしんないけど、ハゲになってガサガサして。どうしちゃったの、お前。ん、手をそんな握っちゃって。のびちゃんゴロゴロ言ってますね。さ、じゃあ俺は下に行くぜ。ここでお前しばらく遊んでろ、こうやって寝てろ。じゃあな。ここには静香ちゃんが俺の椅子に座ってる。うん、静香ちゃんはあんまり外に行きませんね。ここがいいの、静香ちゃん。うん、静香ちゃんの鈴を見てください。この鈴いいねかな。よいしょ。鈴じゃなくてこのこれですね、蝶ネクタイみたいな、この鈴にこれをつけてます。甲高い音がチリチリするね。ぶつかるんだろうね、これに。静香ちゃん、うん、相変わらず綺麗ですね、静香ちゃん。のびちゃんと違っておとなしいし、ね、いいね。ネズミも鳥も加えてこないし、君はお嬢さんだから。ということで、のび太くんと静香ちゃん、久しぶりに長尺で紹介させていただきました。